て、はい、今回はこちらの、ね、飛んでったビニールを着払い、僕の息が一回ここに入ったわけ、気持ち悪い、ね、着払いで、1万5000円で1万5000円、自分は価値が高いんだ、はい、そうですか、気持ち悪いですね、よろしくお願いいたします、はい、さようならせーの、わらかのお笑い芸人の彼女のマックです、彼女です、お願いします。頭がグングングンってなっちゃった。グン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 グはいよ、女の子の日で、うん、忘れた女の子の日なのでミスド爆食い、今日はねミスドを買ってきたの、そうなの、ダブル氷コーヒーっていうのがね出たらしくて、このちょっとでかいサイズで、しかもカフェモカとこれがねキャラメル味、そう両方あるんだけど、ちょっとそれもってる、あの氷コーヒー好きだからそれも買ってみましたということで、 PR とかではないのね、 PR とかで、あ、これ全然案件とかじゃないんです、案件ください、あの案件だったら案件って言っちゃうんだよね、言っちゃうよ ね、本当に全然言う、案件だーって、イエーイはい、行せーの、氷コーヒー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 、どこでやるかわかんない、その一緒だったら一緒、仲間イエーイイエーイって感じだけど、人じゃなかったら、あのもうちょっとお別れする、お別れするんだこんなことで、いくよせーの、カリカヒカリカヒカリ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 カヒカリカヒカリカヒカリ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 カヒカリカヒ、我が家に集いし、ああ、うまい、え、おいしい、いただきます。何買ったの佐藤さんは、これムギュットドーナツってやつ初めて見た、俺はもういつものエンゼルフレンチから入って、エンゼルフレンチが一番好きだから、味噌の中で美味しい、なんかもっちりしてる、クリームついてる、え、クリームついてる、うん、おでんに、ちょっと食べてごらん、嫌です、ということで斉藤さん、話したい話があるんちゃうんかい、ダクソかな、あ、今絶賛女の子の日タイムなんだよね、フィーバータイム2日目っていう今日土曜日なんだけど、昨日もう1日目のお仕事の日なんですよ、うん、平日お仕事してるんで、うん、もう言えないじゃないですか、やっぱりちょっと痛いんで休みますなんて言えないじゃないですか、女の子の日通は個人差が本当にあると思う、本当にだっていつからか痛みがひどくなったとかあるの、大人になるにつれて痛みがひどくなってきた、男は何も分かってないからね、男がそのなんか痛みを感じたら死ぬらしいよどんな痛さなのか全く分かんない、いやそうだよね、でも逆にその俺らのさ、キャン玉ボールをさ、ダメダメダメ、アウトアウト、ちゃんとアウト、俺らのボールがこの痛くなった瞬間の痛さ分かんないでしょ、分かんないでしょ、もう あれはもう本当にキューって感じ、同棲し始めて、あの女の子の日はめちゃめちゃ辛い時はすごい辛そうだったもんな、うん、こっちをどうしたらいいか分かんないからもうだからとりあえず左右飲むって左右温かいのだけでも飲みますかっていうことしかできない、ありがたいんですよね、やっぱり女の子の日の何が嫌だかもう言ってみ、ここはもう全部マックが全部今聞いてあげるから、うん、聞いてくれる、ね、そう、いい、あの答えるとかないから、うん、聞くだけ、あの女の子って基本的に聞いてもらえればスッキリするからな、まず一つ、ね、まずね、なんで月に1回来るわけって毎月毎月もううざったよあんたって本当にお前さってお前さ一回話し合ってみるから、え、なんで毎月来るわけみたいな、お前先月来んなっつったよなみたいな毎月言ってんだよ、うんっつって、先月来んなっつったよな、な、今来たよ、どうしたなんでえ、わからない、言われてないとわからないんだ、すみません、よくわかりません、いつから来るの女の子の日って、個人差あるけど、もう本当に多分小学校から高学年ぐらいから来てる子もいれば中学校ぐらいとか、うん、学生の時だね、まあ、なるほどね、小学校後半ぐらいからどうなんだ、高校の人もいるかもしれない、私は中学校の入学式でした、え、ガチそう、えって、初めのこと、初めてのことで、お母さんって言っていやでも怖いよな、うん、えってな
でまあそういう話は知ってるけど、うん、実際にやっぱりね、ちょっとなんかちょっと大人になったなみたいな。確かに女の子の日とかになるとあれでしょ、お腹も空いちゃうとかよく言うやん。お腹空いちゃうし、夜食べちゃうとか甘いもん欲しくなるとか言うやん。そうね、それはあるかも。私はあの1日目から3日目ぐらいはお腹が張ってて逆にそんな食欲ないんですよ。うん、2日目とかになるとなにお腹がいっぱいになっちゃうの？私の場合だけどお腹が張るみたいな。張っちゃうんだ。張っちゃうというか、そうだね、なんかそんな感じがして、うん、なんか全部多分個人差が、痛みもだし、食欲もだし、個人差が全部あると思う。斉藤さんの場合は、私の場合は最初の3日目ぐらいは、うん、ちょっとお腹やっぱり痛いとか張ってる時はあんまり食欲はない。うーん、あんまりたくさん食べれない、すぐお腹いっぱいになっちゃうとか。はい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 、はい、うん、マジで痛そうだもんね。年一だったら許してやるかって感じなんだけど月一なのよ。しかも1週間ぐらい取られるわけじゃん、その時期を。1週間も長いじゃん、だるい女の子の1週間前ぐらい、なんかね、1月の4週、5週ぐらいあるじゃん、うん、1週目元気、2週目もまあまあ元気、3週目イライラしてくる、怒りがとか、なんか悲しみを受けやすくなるとか、はいはいはい、そういうショックをそのまま受けちゃうとか、なんか体勢がちょっとない状態じゃないけど、はいはい、ちょっと剥がれ落ちてくる。で、当日、その週になって、うん、ジャーンって、あ、もうそこでジャーンってなるわけよ。やばい、なんか来る、なんか来る、ジャーンってことで終わってハーってなるわけよ。あ、すっきりするみたいな。肌の調子もいいし、髪もパサパサがちょっと潤いがあんじゃねみたいになるし、化粧のりとかも違うわけよ、やっぱり。はいはいはい、そういうのが全部違うのよ。むくんでたりとかさ、するでしょ、その前とかって。前はね、そう、やばい来るなみたいな。そう、前の1週間もうクソと思うよね本当に。で、なんかそのおっぺが張ってるとかね。おっぺが、そうね、おっぺが張ってるとかあるね。いてるね。そう、大変よ、なんかすごいなと思う、うん、なんかあの女の子の日になった時に女の子でどう接してあげたらいいかっていうのを知りたいわと。男がどういう対応をしていったらいいのかっていうものをなんか知りたいな。かけてるよね。かけすぎじゃないね。かけすぎだよね。かけすぎなんだよね。めちゃめちゃスースーするよねこれ。スースーするのなんか。そう、ささくれだったらやばいよね。確かにね、メントール入ってんだよね。まあ普通にでもなんか3個目4個目いっちゃってるわ。今日はそういう日だぜ。イエーイ。なあ、女の子の日だからさ、やっぱめちゃめちゃ食ってもいいんじゃね。いいと思いますよね。イエーイ。本当に、うん、本当にこっちの都合で申し訳ないって思うんだよ私は。とんでもないよ。まずね。とんでもない。はい、サスペンサーを演じてるんですか本当が。おい、待って待って。いつでもどこでもこんな感じ。私は特に多分イライラしちゃう。ああ、イライラしちゃう、自分にみたいな。自分にもそうだね、うん、なんかイライラしやすくなっちゃうっていうかな、うんうんうん、ずっとイライラしてるわけじゃないんだけど、イライラしやすくなっちゃうというか、うん、例えば当たってしまったりすることがあるのよ。当たられや当たられやすい、当たられや大丈夫ですよ、全然本当にごめんっていう気持ちはあるの、多分みんなあるの、うん、そこは優しい心で包み込んでいただけたらなと、うん、なるほど、もうしょうがないなって感じでもいいわけね、もうこっちは。あ、でも、あ、せいだからねって言うのは本当にダメ。それは良くないですよ、うん、ちょっと今危なかった。大変なんだなって思っているだけお願いしたいの。お願いしたいことは、あ、そうだ、うん、あ、そうだ、あの日だからしょうがないよねって思うのはいいけど、それを言わないでほしいよね。そう、口には出さないでほしい。はいはいはい、いや、そうだけどさってなる可能性があるから。バチバチの始まりだよ。バチバチになる。そうだけどさ、わかるじゃんって。始まってファイティングポーズ。難しいよね、だから男の子もさ、うん、だから感じが正直な話別にあるじゃん、男も、うんうんうん、全然あの、めんどくさいって思うもん、私も自分で、あ、めんどくさ、自分で思うもん。だからそれは男の子は別にいいんだよ、もうめんどくさいって思わないのが正義とかじゃないから、思っていいとは思うけど、それを出しちゃいけないっていう、そう、出すかどうかの話ですよね。毎月って辛いよな。頑張ってます、あなたは。よく頑張ってます。引っ張って、あなたはよく頑張ってます。ありがとうございます。ありがとう、ございます。今回、もう女の子の日だから、その生理に向かって、あいつへの手紙をちょっと書こう。ディア生理。ディア生理。初めて会った時からあなたが嫌いです。食べちゃった4つもドーナツ食べちゃった、そのうち1つはチーズ入り、他3つはスイーツ。あ、
今日はね、好きなものを好きなだけ食べてやろうって思ったから、好きなものが食べれて幸せ。あ、よかったじゃないか。ありがとう。ということで、完食完食。さあ、はい、みんなお手を合わせて、ごちそうさまでしてごちそうさまでしてはい。わらかの。ということで、今回の動画がめちゃめちゃ良かったなとか、なんか女の子の日マジちょっと嫌じゃねとか思ったら、嫌じゃねとか共感してくれたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。自分にちょっと優しくしてみようって思った方も、SNS とかもフォローお願いいたします。まだ知ってない方はお願いいたします。よろしくお願いします、はい、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。